先にもしかしたらこれ見ていただいた方いらっしゃるのかと思うんですけれども、今こちらの2階でですね、食品サンプル作り体験というのを行ってます。その中で天ぷらとレタスを作る体験を行ってるんですけれども、今お店で作ることしかできないんですが、もし興味持たれたらご予約いただいて参加していただければと思います。まず天ぷらを作ってみます。ここでちょっと狭いんですけど、どうぞ見える位置まで、はい、取っていただいて、していきますね。あと衣を作っていきます。これがですね、このぐらいの高さから水面から60センチぐらい上げて高さを出して作っていきます。いきますよ。こんな感じで下ろしていきます。あここからですよ。で、作れる食材がこれが今エビ天作りたいと思います。これテキストなところにこう置きますね。で、尻尾つかみます。ゆっくり下に下ろしていきます。ひっくり返しますよ。すると、こんな感じで。ありがとうございます。で形きれいにして、まあ、こう取れるんですよ。柔らかいんですよ。ね、ここら辺結構天ぷら屋さんも多いので、はい、お見かけすること多いかと思うんですけど。